走中の感じはすごいストリートの BMX 乗ってるようなあの安定感、走破性があるんじゃないかなって、ストリートライクな転がりを感じられました。でフラットで実際にトリックしてみた時も 1.9 から 2.1 にして太くなってもっと抵抗を感じるかなって思ったけど、そんなこともなくてしっかり転がってくれるし、で 1.9 よりさらにこう倒し込める。だから今まであんまり倒せてなかったところも倒してもちゃんと食いついてるし、しっかり走ってます、転がしてますっていう感覚があって、なんかよりタイミングもつかみやすくなるし、すごいメイク率が上がりそうで、なんかもっとチャリが楽しくなりそうな感じがします。やっぱ 1.9 から 2.1 にして物理的にタイヤが太くなったってことは重量も増すから、僕はフロントにはやっぱりワイヤーではなくてケブラーにしてちょっと軽量化しようかなと思います。